藤枝マイ FC のホーム藤枝総合運動公園は台風で大きな被害を受けました。大量の得点ボードが運び込まれています。試合前日、スタジアムには準備に追われるクラブスタッフらの姿がありました。こちらずらり並んでますけど、こちらどういったものですか？電気が来ておりませんので、試合の時に使う発電機になります。地域の企業の皆様から無償でお借りさせていただいております。水も電気もない中での試合運営になりますので、本当に助かります。敷地内の至る所に土砂が流れ込み、電気設備も大きなダメージを受けました。このためスタジアムでは電気が使えず、エレベーターは止まったまま、トイレも真っ暗です。それでも予定通り試合を行おうと、関係者が一丸となって復旧に取り組みました。そして迎えた当日、仮設トイレや小型発電機を用意し、なんとか開催にこぎつけました。本当に良かったと思いますね。日程もね、詰まっててね、選手たちにね、ベストの状態で頑張ってほしいと思っているので、本当に今日できて嬉しく思ってます。明治安田生命 J3 リーグ第27節、藤枝イレブンは市民のために戦いました。前半16分、フォワード渡辺亮が相手のボールを奪い、待望の先制点を挙げます。その後も藤枝は走り続けました。パスをつなぎ、最後は横山。この日2ゴールの活躍などで YS 横浜を圧倒した藤枝、4ゴールの快勝で2位鹿児島との勝ち点差は1、悲願の J2 昇格は藤枝市民とともに成し遂げます。